What After the Day。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。わたわたでございます。せわたつわれ、今日もお届けしようと思いますが、まあ今日はいろいろとやっていこうと思いますね。今日はじゃなくて今日も、まず A さんこんなこと言いましたね。I was in the neighborhood. Do you have the for、do you have time the for、do you have time for a cup of coffee? もう一回言いますね、なんかややこしくなっちゃったんで。 I was in the neighborhood. Do you have time for a cup of coffee? こういうふうに、言いました。で、B さんは、sure というふうに答えたということで。まあ、B さんの会話は、sure っていうのはもう説明しなくてもいいと思うんですけども、まあ、これはまあ、yes だとか、もう何でもいいわけですけどもね。まあ、ここで sure。ですから、まあ、A さんのまず会話をまあ分解していきましょう。まず、I was in the neighborhood。ね、I was in the neighborhood。で、この、neighborhood っていうのは、近所という意味で、有名です。neighbor プラス food の形ですね。neighbor プラス food っていう形。for と ever くっついて forever みたいなもんですね。neighbor 近く、プラス food。これで neighborhood。で、近所という意味ですね。で、I was in っていう、I was in で、今私はそこにいるという意味になります。ですから、この場合で言うと、The neighborhood. 近所にいるわけですから、近所まで来たんだけどという意味になります。I was in the neighborhood. 近所まで近くまで来たんだけど。こういう意味になりますね。それに対して、do you have time 何々 do you have time, do you have time for 何々って言ってますけども、これは何々する時間はあなたにありますかという意味ですね。あなたにその時間がありますか、良ければみたいな、形で、まあ、時間があるかないか尋ねる表現、do you have time for 何々という意味になります。ですから、あなたはその時間を持ってるかという意味なんですね。で、ここでもう一つ出てくる、その後、Do you have time for 何々の後の、A cup of coffee。ここについてる、A っていう漢詞は外しちゃいけません。A cup of coffee で、一杯くらいっていう意味になります。コーヒー一杯ぐらいね。ですから、A cup of coffee。ですから、ここで全体で言えば、Do you have time for a cup of coffee? ね、ちょっとコーヒーでも一杯飲もうか。飲まないという。意味ですね。近くまで来たからさ、コーヒーでも一杯飲まないという会話になるわけですね。で、それに対して B さんは sure って答えると。ですから、まずこの do you have time for 何々?これで、まあ、あなたそんな、時間がありますか?よかったら何々しないという意味に聞く表現。そしてもう一つが、a cup of coffee ですね。一杯くらい。ね、そして I was in 何々。近くまで来たんだけどという表現。I was in the neighborhood。これを、まあ、ちょっと取り上げてみました。また明日お会いいたしましょう。わたったでした。